喧噪雲は雲の一種。白いベル状で薄く陰影のない雲であり、空の広い範囲を覆うことが多い。薄雲とも言う。基本運計の一つ。ラテン語学術名はシロスとストラタスを合成したシロストラタスで、略号はシンエース。高度5から1 5トルに浮かび、雲を構成する粒は氷の結晶でできている。 高層雲との違いは、陰影がないこと、非常に薄く太陽光を透過すること、傘などを発生させうることなどである。非常に薄いため、出来始めの段階では、空との見分けがつきにくく、日が差して明るい時には、肉眼で空を見ても気がつきにくい。しかし、この薄さのために、太陽光を屈折させて透過しやすく、様々な大気光学現象を発生させる。 雲を構成する表象が六角柱状の場合、太陽や月を覆って傘ができたり、現実や寒天調アークなどが見られることがある。形状によって毛状雲、または霧状雲に分類されることがある。喧噪雲は薄く、層状に広がることが多いが、山岳派などの上空の気流の影響で波紋状やさざ波状の模様を作ることもある。 十周運形の中で唯一副変種がない。また、同じく十周運形の中で唯一、地上には達しないお竜運を含めて降水がない、雲である。低気圧や前線が近づくと現れることが多く、天候の悪化する前兆とされる。ありがとうございます。